欧州短弾全盛期、充実期と言われるのはこの大崎範兼さんの時代になります。1124年に西門の助に任官しているので、えー、この1124年に西門の助に任官している彼は持兼と言いますで。影響年間に吉典の返挙を受けて範金と改名したというふうに言われていてで、私はこの辺ちょっと非常に疑問があるのは、彼の活動時期が1150年から77年、 これだけ見たら53年間彼は第一線に続けているということなので、まあ別におかしくはないんですが、53年間、左右衛門の助任官して持ち金となった時が大体例えばまあ20歳やとしたら73歳。まあ別におかしくはないですけども。 それにしては活発な時期が遅いんじゃないかなと思って、持ち金と乗り金で別々の人物やったかなと思ったんですけども、まあ、計算してみたらそんなに53年間の活動期間で、家督継承が当時15から20ぐらいで。 まあ、西門の助任官というのは、か金さんはずっと西門の助ですから、もう西門助任官してからずっと奥州短大の役職をやっていたとしたら、まあ、おかしくはないかという感じですね。おかしくはないんだけどなと思うんですまあ、おかしくないことをしておきましょう。<laughs> で、当初、柴吉氏を取り付けしてます。後にこれ、伊勢氏に変わっていきますけどあの基本的に室町幕府のこの取り次ぎ関係となってお 足利義持義則の頃はあの大名、大名と言われる、まあ、あのいわゆる三冠四式があの取り継ぎだったんですけども、まあ、これ、大体吉間さんの頃には伊勢市にこう修練していくんですね。伊勢市、大立市といった、まあ、伊勢市のうちに大立市も入ってきて、えーまあ、伊勢市に、えー、修練していきます。この大崎典金さんもどうも伊勢市が、えー、途中から引き取ってみたいです。芝吉年と,と伊勢定地って実は、 結城き美さ,さんの「シンクロ走り」でも取り上げられてますが吉利のあの側室は伊勢の5歳なんですよねそういう関係であの伊勢定地下と義利っいうのは非常に関係深かったんでまあ義時から定地下に取り次ぎつうのは七かの政変ではなくまあ義時がヘマ超えた時にその尻脱いを伊勢定地下がやってるというのが正しいです。 で、この大崎紀金居匠で知られています。大崎紀金巨匠は次に取り上げます。まあ、八級文書の多さということで知られてますけども、まあ、これを黒島悟さんは、欧州短大の柔術期、それから芝生永家にも健康な青年男子、あのじ青年じ年なことこっちですね。吉俊さんも、ええ年中年にも入り、まだ、まあ、青年と間違いないですけども、20から30代。この吉俊が継承したことによって、 安定期を迎えたんじゃないかと言ってはって、芝生家との関係というのは、南部市とも、えー、深い関係あったんで、芝生家は。この頃をを入間田さんか、入間田信夫さんは、パックス南部というふうに呼んではりますけども、私はいずれもちょっと疑問があって、芝生家というのは、義利が継承したことによって安定期に入ったのかというたら入ってないんですよね。吉利ははこれはもうあの 結構有名なんですけども、甲斐行久と殴り合いの喧嘩始めますから、もともと甲斐行久と芝佳俊の中ってものすごい悪いんで、義俊が継承したことによって芝ブレーはむしろ急速にガッタガタになるんですね。これあの、だから、当主が健康な青年であるということは、必ずしも安定にはつながらないですよね、普通は。普通に考えれば。その当主がせ あの健康な青年であるがゆえに逆に揉め事になることも多いわけであってあのいつも思うんですけどこの黒島さんとか入間田さんのこの芝武役がこの頃非常に安定期を迎えて室町幕府の権力が東北にまで広がっていたというのはそれはどうかなとむしろあの南部家のもとにあの芝家の手紙がたくさん行ってるっつうのを別に。 そういうい問題ななのかなとむしろそれは問題は南部市ではなるんじゃないかなと思ってるわけですね。この大崎義典典といのは八宮文書が今やめたらに多いことで有名なんですけども、これ結局大半は実は同じ時期に出されている関東水教所なんですよね。この関東水教所をはじめとして、しばし関係文書が、まあ、八戸南部家文書に残存しているのは事実です。で、ポイントはこれ三戸南部、後に盛岡の南部藩の藩主になる三戸南部家じゃなくて、 文家,家です文言うても結局これ室町時代の流れの中で三の平南部氏が発見を確立するんで八の平南部はなんか文家扱いになりますけども、まあ、室町時代には実は八の平南部と三の平南部っついうのは両立していたとあのもう一つこれ基礎事項としては大崎乗金巨匠を南部氏持ってきたのは幕府奉公所であるとだからこの大崎乗金巨匠っついうのは幕府に室町幕府があるともう一つ前世紀とあるのはこの八丘文字の幼なかに言われてるのは 彼は子供にたくさん恵まれたんですね。で、後継者とは正金それから堂堂高明、それから伊達ームの奥さんで、彼女から久宗を生んでるんで、伊達市には大崎の地が流れてると。それから内崎兼信、それから芝明隆、香水寺高井沙澤家というような人物が出ていると。で、この大崎乗兼金居城についてちょっと見ていきますと、昔は山科乗り金と考えられてきたんですね。 東北太平洋で乗りねとか、乗りね買おうと書いてるんですけど、この乗り金、西門之助乗りねと。西門之助乗りねと書いてあるんですね。山下乗りねと考え山下乗りねっているんですよね。山下家に、公家の。それと考えるべきなんですけども、実際には大崎乗りねであると。西門之助乗りね通人物は大崎乗りねであって、京都からわざわざこんなもってきませんよね。 この人は小学校の先生で、南部家の文字の研究やってる人なんですけども、推挙即部人であるというふうに言ったよこれは正しいんですよね。これ、大石直政先生なんか、不善案がないから、朝廷からというは疑問かとありますけども、これ、あの、実は不善案ないのは当たり前であって、あくまで正式な関東ではないですからね。この居城で河内の神とか越前の神とかいっぱいあるんですけども、当然当たり前ですが、河内の神とかバンバン,バン出してますけども、これ、あくまで関東名乗りを許可している。 関東のりって難しいんですよね、えー。越前の神というあの、これ、南部家の悲観に越前の神とか河内の神とかいっぱい与えられてるわけですが、朝廷の正式なもんじゃなくて、名乗りを許すよというやつです。だからこれ、あの多分京都の方には回ってこずに、大崎範金の方で処理されてるんですが、ただ単純に大崎範金の下でで、まあ、あれされたかどうかはまた微妙。これ、次のところも見ます。 でこの大崎範加ね居城の話については、欧州短大体制が北をまで行き渡ったことを示してありますけれども、これも問題は南部家の問題であって、欧州短大がえその時に力を強めていったんじゃなくて、これ基本的に南部家の問題だろうと私は思うんですね。黒島悟さんも大崎石橋の事実があるけど、これも南部家の問題だろうと。木野聡さんは関東名乗りの研究、あのこの文人書の居城の研究で、この当てどころがないと。 だからこの、実は大崎のり金巨匠というものは、南部市の手元に残ったもので、他にもたくさんあるんだろうと。南部市の手元に残ったもんが、それからあとあっちこっちの家に実際にあのこの巨匠っていうのは他にも残っているんですね。南部家にもバーンと一か所残ってますが、他あっちこっちの家にも残っていて、多分南部家から渡されたもんが、それぞれの家に少しずつ残っていって、で、南部市の手元でいっぱいガー残っているということで、多分南部家の元に乗りかねから大量にこれ来て、これ、家来たちにこれ渡してあって、 奉瓶してやってくれと。いう、そういう話があるんですね。え、現物の一つはこれです。エチズの神、諸毛のことをあげ申すところなりと。存知せられるべく、えー、チャスモムで存知せられるべきの女を小田のごとし。高昇三年、う,うずき二十一、左右の姿。これがあの、塗り金の顔ですね。この場合、えちずの神ですけど、エチズの神というのをややつ。これ、こんなん、本物のエチズの神じゃなくて、あくまで簡単な乗りのエチズの神です。 でなぜ出されたかですけども、意外と見落とされがちなんですねあの。どの本見ても太田光と書いてありますから、太田光さんって実は幕府の方向主なんですよ。ということは、これ、交戦ですよね。で、ちょうどこの頃柿崎黒の乱といわれるものがあってで、この柿崎黒の乱に関連して、こういう連中プラス安藤正末もと都道してるんで。 これが反南部の動きであるといいいうのはまず間違いないわけですでこの柿崎黒のなんかしては「東北太平記」というなんか嘘っぱちばっかり書いてある本があるんですがそこでは「南朝の末を滅ぼす柿崎書南部氏が征伐した」とあるんですけども長いてある内容がほぼむちゃくちゃなんですがこの東北太平記によると南部正常は南朝に対する正義心があるんだが同時に北朝に対しても正義心があってちょっと意味わからないですね。 さらにに室町幕府対対ししてては敵いいるととうちょっっかなすこの物語の一つのクライマックスは御花園天皇をもとに南波正常が行って南朝の末裔を滅ぼした逆賊柿崎氏を南部氏が征伐しましたというふうにあの報告してあの我々は室町幕府には一切従いませんでしたと言って北朝のえ朝,朝廷の人々が「おー!」と感動するとなんですけどもおかしいだろうと <laughs> いろいろおかしいとかいっぱいあるんですがそれを言っておいて。 で、従来はこの柿崎の乱通の南部市の視線と考えてきたわけですね。だから、柿崎クロードが反南部の兵を挙げて、多分追放されたんだろうと。でも、このポイントはこの水居城、大崎範金の居城を南部市届けたのは、幕府奉公衆ということを考えると、これは室町の交戦であるわけですね。さらに言うと、この欧州というのは水居城幕府奉公衆を持ってきて、この幕府奉公衆、 ののののバックに誰がいいるるるかったら伊勢市であるというのはかるのはわなぜかというと、この幕府方向衆は、蜷川家に出入りしてたんですね。蜷川近本日記にこの太田光さん出てくんですよ、よく。ということは、おそらくこの太田光さんっつうのは、蜷川家を通じて、で、この蜷川っつうのは、伊勢家の家裁ですから、伊勢家が。 かなりこういうところに介入してるんだろうというのはまあ想像わかんない、ね、芝生家とそれから大崎市と伊勢市というのは実は非常に深い関係がある芝生家と伊勢市というのはこの段階では親類と言っていいですよねまあ伊勢家って結構あの芝生家に実は意外と深くて伊勢貞地下の息子の貞宗の母親つまりまあ貞地下の性質は貝池の出身らしいですから という会計それからあの柴吉利のえ側室の妹が皇室になっているということで、まあ、伊勢と柴武衛家は実は結構関係が深いとそれから大石直昌さんはくぜ屋がないから朝廷がいうか疑問ってありますけども、まあ、これ疑問というか朝廷が出るわけがないですね悲観に対する関東は朝廷は無関係であるとあくまで室町殿のだから例えばこれあの2種類あって南部 系のに対すする官とはは朝廷は関与していくんですねだから、南部家の文書の中に五鼓松天皇とそれから五花園天皇の不前案が存在しています。だから、朝廷はそれには関連するわけです。ところが、こういう南部家の非官に対して朝廷が関係してくれるわけですね。まあ、いわば自,自称の公認であって、自称するのを、ああ、それ認,あの認めるよと。そうしたら、あのこれ公認されたら名乗れるんですね。例えば なんとかの太郎じゃなくて、なんとかの越前の神とかね、名乗るわけであって、まあちょっとかっこいいという程度なんですけどね。この自称の公認、従って呉禅は出るはずがないと。和之助とかそういうのを名乗る、そのうちにこの公認してもらわなくても勝手に名乗るようになりますけども、だからそもそも呉禅は出るはずがないです。大崎範鐘の頃にこの葛西氏との争いが、えー、始まるわけですが、 この西市一応、ちらっと見ておきますと、この西、名前から見て、なぜ、西さんってどう考えても関東っぽい人間ですよね。で、実際にあの下草の国の西のミクリアが名字の地です。で、西三郎名乗ってますが、欧州合戦後、欧州総奉行としてなってます。ただ、西さんは実は鎌倉時代ではずっと基本的には鎌倉におったらしいことが分かっています。 南北朝時代に南朝がして奮戦し、後に北朝に入基準して大崎市とは対立しています。まあ、あの先ほど、えー、見たとおり、領地が接してますからね、このように。ブルーの部分が火災で、ピンクの部分が大崎です。だからかなり領地がかぶってますからね。火災春信の,の代に欧州正期で改役されちゃってます。 笠井市の末裔は伊達市や南部市などに進入していってでばらけでいったんですけどもそいつらが系譜を独自に作成したためにめちゃめちゃ混乱してしもって笠井市で実はものすごく研究難しいらしいんですわ。系図がバラバラなんでむちゃくちゃらしいです。おそらくさらに言うとこの笠井家もいくつかに分裂して戦ったりして途中伊達市から養子が入ったりそれに反発する連中が飛び出したりしてるらしくて。 この西市っつうのはよくわからないと。大崎市は大崎範兼の頃を最盛期として、孫の義兼の時には領内の反乱で伊達久宗の被告家に入っ,て入っていき、この頃から大崎市っつうのは力を失っていくということになります。関東のことですけど、はい、南部家の悲観たちが。はい 私は越前の神に名乗り代という時は、うん、じゃあとりあえず、えー、と主人の南部さんに頼むわけですねそうですねこのこのは正常さんなんですが正常さんにで南部さんが今度大崎さんに頼むんですかそうですうちの悲観がこんなこと言うとるけど、うん、で大崎さんが今度幕府に頼んでで幕府から これが難しいのは、幕府から入ってきてるのか、入ってきてなくても別に不思議じゃないですよ、これ。ただ、この場合、問題は、ここにあの太田光さんが関与してるっいうことは、これ自体は結構幕府から話は来てるなという。理屈だけ言うと、関東の問題っていうのは、この両者だけで関係するんです。実は。 さんと大崎の旅客家さんだけで実は完結しちゃうんですよ。うちの機関が越前の神で言いたいけどそれでいいですかって一応認めたってくださいって大崎さんに頼んで、うん、欧州担当の大崎さんがいいよと言えばそれで話は一応終わりますで別にそれはあの朝廷の静止な感触でもなくて、うん、単にそう言うだけのことやから<で>いいんじゃないですかと言えばいいわけですね 大崎乗金を中心とする王州の秩,の秩序の中に居続けられたいという要求ですからね。なるほど、機関が、うん、俺、エジデの神っで言ってるけど、これは王州を丹大に認めてもらってんねんと。そそうそうあの例えば正月とかに、王州のこういう人らが、まあ、を大体代理の支社を出すんですけども、典金のもとに、大崎氏のもとにあの、やっぱり集まってくるわけですよ、一堂に。 欧州短大の元ににやっぱりお目目来るわけですねでその時の赤字とかそういうものがあるわけであってでその時に一応まあこの字で言うと大崎紀香さんがおってそこに南部正常とか火災とか伊達とか芦名とかそういうやつらが一応大崎さんに謁見を賜ると。 いう儀式があって、その時に正常さんについてきたこの老頭たちも越前の神という形であれば越前の神という関東名乗りを持っていれば例えば正常さんの家臣の新井田さんというのを新井田さんの新井田太郎か新井田越前の神が全然違うと悪虫さんというのをが悪虫、えー、太郎さんと悪虫越前の神さんでは違うと。 実験がないと言いながらこう東北地方の一つの世界ではトップに君臨してるわけですね、依然としてそ。そうなんですよね。足利の権威がプレイ大きいんでしょうね、これ。大崎だけが足利一門だと。最近ちょっと出たこういう本があるんですけども、武家の王足利市、谷口雄太さんが出してる本、これまだ読んでないですけども、読まなきゃいかんですが、やっぱりこういう。 権威の問題とうのはあって、足利一門であるというのは、そういう権威があったと。で、あのうん、そういうの全く認めないのは、多分本郷本郷和人さんなんですね。でもその辺で結構荒れちゃうかな。あなた全然全く認めないですよね、そういうの。全て実力やと。ファンたちにとっては嬉しいわけですね。嬉しいわけです、<の>やっぱり。大崎さんに認めてもらったら、うん、俺は大崎さんに認めてもらったら一戦の神なんやと。うん 太郎と呼ばれるよりはやっぱり何かあの実態は何にもなくてもね、うん、でその時の逝去にを<あ>幕府奉公衆が持ってくる,いてるということは,はこれ幕府の関与はあるよねとだからこの,この問題これは基本的には理屈だけ言えば南部正常と大崎範鐘の間だけで完結する話ではあるんだがこれはそれだけじゃないよねと私は思ってるわけです 例えばこれが南部正常の視線であるならば、それに活躍した人間に対して、金のかからない褒美のあがきしあげて、正さんがこの大崎りかねさんにお願いして、越前の神を認めて、名前をこうくれてやってくれへんかと言うて、ええー、よーという話はありうるわけですが、ここに太田光さんが絡んでくるとなると、室町幕府噛んでるよねと、私は思ってる。ただだこれはちょっとまだあの言い出してる人も おらんし私もまだあのそうじゃないかなと思っとるんで本当はこういうことあんまりこういうことペラペラしゃべるとパクられるとか言われる,われるんですがまあ不幸なことに私こういうことあちこち喋っても誰もパク,るパクらないんで, <laughs> 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 で私が論文にしても誰も相手にしてくんないんでまあ大丈夫かなと思っております <laughs>。 うん、なんか渡辺大門さんのファイアスブックを見てると、なんか研究会で喋ったものパクられる話やってるツイッターでも結構その、その研究会と喋ったものパクるという話が問題になってるんですけども、うん、私はそういうところでし喋っても、誰もパクってくんないし、論文に発表しても誰も相手にしてくんないから。<laughs> ああ、そのはアイデアというか、思いつきというか、発想というか。そうそう。そんな考え方あるんかな、<laughs> 俺が論文にしたろうかと、うん、ういう人が出るかもしれんと。そそうそう 私の場合あの、まだあのじ自分は論文できてないものを論文されたら、やられたじゃなくて、あやってくれた、ありがとうですけど、<laughs> <laughs> あ俺、こんな詳しいあの世論書、多分できへんから、あの助かったわ、と <laughs> なるんだろうけども、今のところそういう経験はあまりないな。いや、難なく考えていたことを論、先に論文されたことは、どこにも発表したことないやつを、あやっぱりあのこの人、すごいな。俺 ここまでは考えたけどもこの先の説明は全然できへんと思ってたやらあやってしまうはったってのは何個かあるんですけどねでこの関東のことに関して朝廷は一切関係しないんですね、うん、こちらは簡単的にしないです一見朝廷の役職のように見えるけど越前の神というのは、うん、実は全然朝廷関係ない関係ない九前案なんか出てませんから南部正常さんが河内の神とかなるばちゃんとあのこれ九前案出るんですよちゃんとこれ残ってるんですよね 以前が多分にか3つあったと思うんですよこの他の国でいうところの守護クラスに関してはちゃんと朝廷を通して正規の任命を受けるわけ、うん、そだから将軍の一応直進ならばあの南部正常さんのようなレベルは欧州短大体制を通して将軍とつながってる家にはよその国やったら守護ですよね南部さん 芦名さん、伊達さん、それから笠井さんに関しては、彼ら守護ですねそのクラスまではちゃんとした関東を朝廷からもらうと、うん、で、陪審の悲観たちに関しては、まあそれは一覧し下やから、短大の大崎さんが認めてやればそれでいいやんと。これ多分、南部かっちゅうの話でしょうからね、この一連の神が有効なの外に出てね、俺は一連の神やって言っても、それは通用しないと。 うんまあ、悪虫さんとか新井田さんとか、多分あの、よその人と直接交渉するは多分ないんで、南部という組織を通じてしか南部さん、南部さんの一員だから。自分がその関東を使って、外と付き合うことはないわけですね。だから、何言っても構わへんと。うん、南部家の中での秩序なんでしょうね多分これ、それに大崎さんがお墨付きを与えると、うん、まあちょっとありがたいなと。ありがたいですね 俺エチルな神になったんだ、言うたらおおすごいとか言ってあの言ってくれる言ってくれそうだ。<laughs> エチルな神になったんか言って言ってくれそうな感じですね。武士の社会も一応そういう肩書きがいるね。刀書き社会なんですね。肩書き社会ですね。肩書きを示す象徴ってまあこう関東の他にもまあいっぱいいろいろありますね。例えば変気とかいわゆる一時配慮です。変気何回も出てきてる腰とか。